サーチしてみて、でちょっとね昨日 あのかなり高気温だったんで、その気温で夜にちょっとバスが差してきてるんじゃないかなっていうことで、今日2日目の朝なんですけれども、ちょっとね北湖のエリアを朝一でチラチラと回ってみたんですけれども、シャローにバス入ってますね。で入っててまだ4月になってないんですけど、早いの今年かなり早いですね。今が3月の28かな9か、でもう入ってて、ただねあのちょっと食わせられる感じじゃなかったんで、あの狙ってる時間帯があるので、時間帯というかその狙ってる条件があるので、その条件が整うのが多分昼過ぎぐらいかなっていうところで、そこまでちょっと時間潰しということで、今ね南湖に向かってます。で一応絶好のタイミングで北湖に戻ってきて、やっぱり僕は北湖のバスが好きなんで、そいつを釣るために、ちょっとねタイミングを見極めてポイントに入ると。で、それまではちょっと時間潰しということで、南湖でシャローでも流そうかなと思って、超久しぶり南湖行くの、なのであのどうなるかちょっとわからないんですけども、とりあえず南湖行って、その後、まあ、あのタイミング次第で北湖に戻って、しっかりと仕留めたいなと思います。それでは、どうぞ動画にお付き合いください。はい、どうも南湖です。着きました。人多すぎ、やっと入れた。ちょっとね水温測ってみましょう。水温がよいしょ、 12.8 度、赤の井ですね。ここは普通に釣れる水温。いつ食ってきてもこうおかしくないよですね。これ南湖人多すぎて怖いよ。どんだけ人おんねん。いすぎやろ人。やっとマシなとこ見つけたわ。もうほんまにもう釣り堀かよ。なあこれ久しぶりに来たけど。びっくりするわ。うわ。マジか。ちょっとやっていこうかな。やっと少ない場所見つけた。ここも多分あの打ち尽くされてると思いますわ。おそらく。マジかよ。雨降ってくれるしかない。雨降らんな人減らんわ。恵みの雨来ました。これで生半可な釣り人は帰るでしょう。おかっぱりにとってね。あの春の雨はねいいことづくめなんですよ。まず一つね、雨が強くなればサイトができない。これは北湖の場合ですけどね、サイトができないんで、あまりボートもシャローに入ってこない。でもう一つ、釣り人が減る。でもう一つはバスの活性が、いい方向に傾く可能性が高いということですね。今、シャローを流してます。広い場所を打つとき、皆さん結構沖に投げる場合があるんですけど、そうするとね時間がいくらあっても足りないんで、あんまり沖には投げないように、なんで真正面に投げずに、本当にこの必要な部分だけ打って、必要な部分ね、ストラクチャー周りだけ打って、さっさと歩いていくという感じです。はい、こういうね、岸際に、障害物がいろいろあると。で岸際の障害物の近くにいることが多いので、こういう時はねこうピッチングでこう置き投げるんじゃなくて、ピッチングでこう横に入れていく、こう際をね
巻いてくるような感じ。これでしっかりと、根元まで探れるみたいな感じですね。はい、こんな感じ引っかかりますね。がっつり、はい、今ね、何個の、冬瓜おろしもなんですけれども、ね、一応シャロンを流すっていうプランだったんですけど、もう北カエル無理ですわ、これ人多すぎる、もう釣り堀状態、なんか気持ち悪い、帰ります。もう北でやってた方がもうよっぽどいいわ。帰ろう帰ろう。ここはいいな、誰もおらん。大量にいる、やばいぐらいいるんやけど、何これ。めっちゃいますわ、やばい。あ、食うか。あ、食わん。え、ちょっと待って、65ぐらいでいるんやけど。嘘でしょ。うわ、でっかいのいるわ。なにこれ、嘘、見向きもしてくれへんけど、どうなってんの。うわ、難しい。あの人たちもともと空気がないからな。食いそう食いそう食いそう。あー、見切るか。来ましたよ、これ。よし。え？マジ？嘘でしょ。めっちゃテンション上がったわ。返してくれ、俺のテンション返してくれ。嘘でしょ。なんかちょっと変やなと思ってたよな。60ぐらいか。なんこれ、もうガッスリフッキング。おいおい、がっつりフッキングしてるよ。はい、ということで2号行くんでした。太ってる。